原田雅人は、日本の映画評論家、映画監督、脚本家。静岡県沼津市出身。スカイホーク所属。BS 朝日番組審議会委員。静岡県沼津市生まれ。静岡県立沼津東高等学校卒業。東京写真専門学校、ペパーダイン大学中退。1972年ロインドンに、語学留学。 ラストショーの評論をキネマ旬報に載せたことをきっかけに映画評論家となり、キネマ旬報や宝島にアメリカ発の映画情報を寄稿。著書も出している。ロサンゼルスにて6年間の映画監督修行を積み、1976年にジャーナリストの福田水穂と結婚。数尾和夫を設け、息子は俳優の原田友人。 1979年に一時帰国して、さらば映画の友よインディアンサマーで監督デビュー。1983年にニシュドイツとの合作映画、ウィンディーをヨーロッパで撮影した後、1984年に帰国。以後、監督業のみならず、脚本執筆や俳優業など、 映画関係で多方面に活動。テレビ映画やオリジナルビデオも手掛け、中でも1991年から1992年にかけて監督した木村18主演のタフシリーズは三池隆監督らが評価している。1980年上映のスター・ウォーズ帝国の逆襲、1982年上映の スター・ウォーズの日本語版吹き替え版の翻訳監修と演出を担当。1988年の映画、フルメタルジャケットにおいて、完璧主義者と言われるスタンリー・キューブリック監督が、わいせつな表現が直訳されていないため諸行の戸田、夏子の日本語字幕に NG を出した。配給のワーナーからの要請で、原田に白羽の矢が立ち、字幕翻訳家としてもデビューした。 その後原田は、兵隊スラングが飛び交う映画、グッドモーニングベトナムでも、字幕を担当したほか、キューブリックの代表作、時計仕掛けのオレンジビデオ用字幕の新役も手掛ける。2003年、映画、ラストサムライで、俳優として、ハリウッドデビュー。インターネット上での評論が、活性化した、近年の風潮を、悪化として否定し、ネットによらない。 本物の映画ファンの意見こそが重要だと話している。また、2007年から日本大学国際関係学部教授として更新の育成に当たっている。ありがとうございます。